こんにちは、マカロニです。マイクラダンジョンの話ですが、プレステ4でプレイされてる方、多いんじゃないかと思いますが、頻繁にフリーズして困ってませんか？モブからアイテムがドロップした際、や、装備画面で装備付け替えをする際、アーティファクトの急な付け替え時、などに、選択カーソルが引っかかり、遅い動作で、僕もその一人で困っていました。スイッチ版ではフリーズやプチフリ、定期的に画面が固まる現象がないとコメントをいただきましたので、もしかしたらと思い試してみたところうまくいきましたので、動画にしようと思いました。コメントいただいて本当にありがとうございます。おかげで救われました。結論から言いますと、SSDからハードディスクにゲームデータを移すです。大抵の方はロード時間短縮のため、デフォルトのインストール先を SSD にしていると思いますが、ロード早すぎるとダメ？まあ、とにかく比較してみましたので、お時間ある方はご覧いただけると嬉しいです。それでは、どうぞ。早速フリーズ。力のポーションで結構フリーズしますね。ちなみにどちらも同じ武器構成です。旋風、グリ、爆発の110シメグです。ハードディスクの方は今のところスムーズと思います。これは見なかったことに、笑。装備ドロップ時の隠す機もハードディスクなら大丈夫？動き回る動作もスムーズに思います。ハードディスクなら。マップ出しても固まらないし。はじめからハードディスクにしてればよかったー。ボス戦はどうでしょうか？どちらも大丈夫でしたね。このように装備開くと必ず引っかかってましたが、ぬるぬる動くようになりましたよ。戦闘中の急なアーティファクト交換では引っかかりのせいでモブに絡まれていましたが、もう大丈夫そうです。以上になります。いかがだったでしょうか？
プレステ4の SSD にインストールされてる方で、プチフリにお困りの方いましたら、ハードディスクにゲームの移動をおすすめします。この動画が何かの参考にでもなれば、嬉しいです。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。